すでに世界に横行しているクローン技術っていうのが、まあ、いわゆる世界のタブーっていう。105巻の記念ムービーは、麦わらの一味の今までの冒険の様子みたいなのが、逐一チェックされてると。エッグヘッドだよね、確かね。で、その裏切り者が多分チェックしてたのか、誰かがチェックしてたみたいなのはなんか確定してて、モンキー・D・ルフィ、ゾロ仲間にして、ナミ仲間にして、ウソップ仲間にしてみたいな、ブワーってあって、エニエスロビー行ってみたいなね、ロビンとフランキー仲間になってみたいな、ブワーって来て、シャボンディ諸島で全員バラバラになるみたいな、ノーシグナルつって、2年間の修行のところがノーシグナルになってて、でそこから先またデータがブワーってなって、ジンベイ仲間になってとかっていう、でワノ国来て2巻になってみたいな、でギアセカンド、ギアサード、ギアフォース、ギアフィフスみたいなデータもブワーってあるみたいなプロモーションビデオなんですけど、子供の頃からのルフィの冒険をどうやったら終えんのみたいな、で2年間のノーシグナルっていうのがあって、ワノ国終わりまで全部のデータがエッグヘッドに蓄積されていってる風なんですけど、それも麦わら帽子しかねえんじゃねえのっていうね、話だったよね。幼い頃のルフィに麦わら帽子をシャンクスが渡した。そこから肌身離さず、ルフィは麦わら帽子を持ってブワーって来てた。で、2年間の修行の時だけは麦わら帽子を外してたんだよね。だからそこだけデータがない、ノーシグナルになってるみたいな。で、その後、麦わら帽子被って、よっしゃ行くぞっつって、2年後の冒険が始まるみたいな。なんかそんな考察をした記憶がありますね。105巻記念ムービーの時には。じゃあ麦わら帽子が記憶媒体みたいなね。もち先生こんばんは。ロックス海賊団の一つの儲け話とは、クローン研究では、ボットバレーに研究所があり、失敗作にキャプテンジョンイコールバギー、白ひげイコールウィーブル成功、バッキンイコールステューシー、フィガーランド家の男イコールシャンクス、カイドイコールヤマト、マムイコールボニー、ベガパンクが絡んでいて可愛いと成功。研究の目的は不老不死、強い器を作り出し、オペオペの能力でフィガーランド家の男の人格を移植する目的。ちなみにゴッドバレーという名前は、小田先生が鬼ヶ島から連想する遊び心でつけた。日本で一般的に鬼の反対語として使われる神ゴッド、島の首都である山の反対語で谷、バレーを、だから鬼の島、鬼の山っていうのの反対で神の谷っていうところなんだ。ゴッドバレーは現在も鬼ヶ島として存在している。これをワノ国に運ぶことに意味があり、それができる青龍の能力を得たカイドウはマムに一生の借りがある。ロックス復活の鍵がこの島に眠っていると、考察をお願いしますと。めちゃめちゃ壮大な話になってきた。ゴッドバレーは今はもう地図上にも実体にも跡形もなく消え去っているっていう戦国の説明なんですけど、イム様法みたいなのが発射されたのか、バスターコール的なことが発動されたのかっていう、それか他の誰かの能力者で消されたのかとかっていうのもあるんですけど、移動して鬼ヶ島になってるって話なんだ。ちょっと面白いですね。キャプテンジョンとバギー、白ひげとウィーブル、バッキンとステューシー、ピガーランド家の男とシャンクス、カイドウとヤマト、マムとボニーみたいな、全部がクローンみたいな話なの。確かにカイドウとヤマトの親子っていうのも未だに納得はできてないですもんね。誰との間に生まれた娘なのかみたいな、まあ、一応角みたいなところが同じっちゃ同じで、カイドウとブラックマリアの間に生まれたのがヤマトなんじゃないか説とか、年齢的にきついんだっけブラックマリアだと。なんかね、その辺の考察は見てますけど、クローンの失敗作って考えると、まあって感じなのか。カイドウの奥さん気になるよな。普通にヤマト生まれたのかね。でもあれか、時系列が合わねえか。時系列というか、クローンが1年に4歳年を取るとかっていう設定で行くんだったら合わないか、全部が何もかも。ただゴッドバレーで進められてたこのクローン技術は、1年に1歳普通の人間と同じ年齢の重ね方をするって考えると、まあって感じなんだろうけど、いや面白い説ですね。世界のタブっていうのはそういう意味では何なんだろうな、この仮説で行くんだったらね。そのクローン技術っていうことか。すでに世界に横行しているクローン技術っていうのが、まあ、いわゆる世界のタブーっていう、天竜人がそれを使ってたとか、そういう話なのかな。ゴッドバレー事件を経たロジャー海賊団がゴッドバレーから宝を奪ったと。奪ってやったぜお宝もっていう表現なんで、シャンクスを奪ったとは知ってないですよね。宝箱開けるまでは。多分お宝の他に何を奪ったんだっていうね、ロジャー海賊団。大収穫だな、ギャッハッハーでふにゃーふにゃーって言って、んって言ってロジャーがハテナになってるんで、宝箱の中だ、何かいるぞ、慎重に開けろ、ガチャっつってシャンクスが笑ってるっていう話ですけどね。なんでシャンクスがフィガーランド家確定って言えるのかというと、そのレッドの中で歌が、だって私シャンクスの娘だもんっていう
ことを世界にデンデムシャクが繋がってる状況で言うんですよね。ウタっていうのは四皇シャンクスの実の娘であるっていう認識がブワーって広がっていく中で、実は実の娘じゃないっていう話なんですけど、この情報が出たタイミングで五老星が場合によってはウタを消すしかないみたいな話でね。で、それがフィガーランド家の娘でもかっていうところなんで、そのシャンクスの娘っていう情報を聞いての五老星のその発言なんで、イコール実の父親だとその時点でされているシャンクスがフィガーランド家濃厚なんじゃないかっていう、フィガーランドシャンクスはもう確定でいいような気がするんですけどね。ただそのゴッドバレ事件にはまだまだ謎が残る。フィガーランド家っていうのがめちゃめちゃ悪い天竜人の一族なのか、二重の国の王の末裔その一国なのか、その辺がねまだ確定はしてない状況ではあるんですけども、まあ権力を持った王族というかであることはもうほぼほぼ濃厚というか、仮説ってことはどこか誤りがあるのでは。個人的には巨大な王国の内部分裂から生じた戦争だと予想します。この仮説っていうのがクローバー博士が命を捨てる覚悟をして五老星に言い放ったやつですよね。巨大な王国には敵がいた、敵がいたからこそ砕けぬ石に文字を刻み込み未来に託したんじゃないか、そして偶然なことに滅ぼされた空白の100年が明けたその瞬間に生まれたのが世界政府であったと、つまりこれイコールだろ絶対にっていうさ、かなり激アツの考察なんだよね。あれクローバー博士の考察最も熱いよなあれね、マジで熱いよあれ。でそれが仮説で、まあ消せって言って消されたことと、小原は知りすぎたっていう五老星の発言があるんで、真実だと仮定しても良さそうなもんだけど、ここに何かしら誤りがあるんじゃないかっていうね、間違いがあるんじゃないかっていう、小原がたどり着いたその真実っていうのはどこかに間違いがあるからこそ、まだあくまで仮説っていうベガパンクの言葉に繋がってるんじゃないかっていうね、この考えは結構熱いというかね。巨大な王国の思想っていうのがもう正義と悪の入れ替えとかっていう話を何回もしてますけど、そんな感じの裏切りが何かありそうな気配が漂ってきましたっていうところでしょうかね。クローバー博士にとって古代文字っていうのを読み書きをできるようになって、世界中の文献を集めて巨大な王国っていうのが滅ぼされたと、でそこで生まれたのが世界政府であり、その世界政府っていうのは奴隷制度とか人種差別とかっていうのを敷いて800年間この星を支配し、で今まさに真実を知りたいだけの我々を殺そうとしているっていうところなんで、悪の反対は正義っていう考え方で言うと、やっぱりクローバー博士も巨大な王国は正義というかね、そういう方面で考えてたんじゃないかっていうね。ただ正義と悪の図式の塗り替えとか入れ替わりっていうのはドフラミンゴの駆逐とかからも示唆されているんで、クローバー博士のね考察にもし過ちがあるとしたらそこら辺なのかなっていうね。この仮説は間違ってなさそうって思えば思うほど巨大な王国が正義になっていくみたいなね、どうなのかっていうね。まあ一筋縄ではいかないよな。だからそこに裏切りが絶対あるはずだよね。実は真実はこうだったのかいみたいな、これを考えるのが楽しいような、まだ考えて楽しい状況は続いているというかね、いつ終わるかが気が気じゃないんですけどね。もう想像することもできなくなっちゃうのかいっていうね、まだ想像することできますからね。ジョイボーイが多分王様であった巨大な王国で、人魚姫とも交流がありましたと、つまり魚人族も味方であり、でミンク族もホオズキ家もおそらくはジョイボーイの味方であったと、って考えると巨人族っていうのもね、エルバフ太陽を信仰している組織っていうのは全部ジョイボーイ側の組織だったんじゃないかみたいな。でこいつらと二重の国とその連合国っていうのが戦ったと、二重のうちの一個のネフェルタリ家っていうのだけが裏切り者なんですよね。ホオズキ家のポーネグリフ、しかもフルトンの場所が書いてあるという、政府にとっては絶対に知りたい情報だし、そんなの隠し持っている国が我々の中にいるって知れたら、それは完全なる裏切り者だからね、徹底的に潰さなきゃいけない。お前繋がってんのかい、ポーネグリフ持ってんのかいみたいな話なんで、それがネフェルタリ家であったと。だからもう裏切り者というか、巨大な王国が強すぎて誰か裏切り者がいたんじゃないかっていう話をしてるんですけど、逆なんだよね今ね。そんな巨大な力を持っていた上で、二重の国のうちの一国を味方に引き込めてんだよ。もう盤石なんだよね完全にね、巨大な王国って、ね、それ考えると。でも滅ぼされました。でここで何がどうかかってくるのかというと、多分三つの古代兵器とかね、悪魔の実の誰がどのぐらい牛耳っていたのかみたいなところなんですけど、その当時もう完成したプルトンがあって一発放って何かを消し飛ばした過去がありそうな雰囲気があるんで、巨大な王国なんじゃないかとかね。だからプルトン奪われたのか、あるいはウラヌス奪われてイム様の攻撃みたいなね、あれ
食らわされたのかとか、その当時五老星何やってたのとかね、この二重の国のこいつらでしょうけど、五老星の初代季節その頃からあったのかとかね、でイム様何してたんだとか、であとはツニー社っていうのが最終的にはその戦いを経て800年間歩き続けなさいっていう命令を誰かから受けるっていうね、ジョイボーイから受けたのかイム様から受けたのかわかりませんけど、登場人物この辺ですからね、五老星、イム様、ネフェルタリ家、19の国の王たちで、ジョイボーイ、光月家、ミンク族で、魚人族で、古代兵器ポセイドン、プルトン、ウラヌスで、ズニーシャで、ルナーリア族がここにどう関わるかもね、何がどうなったマジで